そけだり飛びでも頭の中ぷわぷかりギクシャクホガガギセラセラリビビデボンサンジャラカポピザクラムトンマカラケゴムチュムチュデンジャラカポピザクラムビブハテリポパーペンポティえ、本日は原作脚本監督昼寝のご担当の増田龍二さんと、とんでも美術設定キャラクターデザインの増田和歌子さんにお越しいただいています。どうもはじめまして、増田龍二です。今回ベストストーリーということで選ばれてる作品なんですけど、まあ、自分としてはなんでこれがベストなんだろうというところもあって、まあ、作品一つ一つに思い出話をしてみたいと思います。お願いします。あ、どうもはじめまして、とんでも美術設定とキャラクターデザインの増田和歌子です。ポピーのベストストーリーを選んでいただいて、とても嬉しく思っております。いろいろな思い出話を取り混ぜながらお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。この DVD は全国のポピーのファンの方からの人気投票で選ばれたベストストーリーですが、お二人の一番気に入っているストーリーとその理由を教えてください。僕は、ナイフ投げだとか、ドリームだとか、あと、まあ、この中に入ってないけど、サムライってやつが気に入ってて、サムライは、そうだな、割とこう、ポピーとかパピーの妄想世界を広げられて、自分で割と、楽しんで作れた作品なんで、一番好きなのは侍ですかね。一番気に入っているストーリーは私もリュウジさんと同じく侍なんですけれども、まあ、このベストエピソードの中では割とガンマンが好きです。この時こう作りながらゲラゲラ笑いながらこうしたら面白いだろうとか相談しながら作ってた思い出も一緒に一番気に入っている作品ではあります。それぞれのキャラクターにモデルはいますか？モデル、こうポピー見た時にうちの妹が幼い頃のお兄ちゃんだって言われて、まあ多分よく人に言われるのが僕がポピーに性格似てるって言われるんですけど、まあぶっちゃけ全然嬉しくない。けだものに関してはどうかな。大学時代の角住隆夫くんですかね、友人の。でパピーに関してはパピーは本当にとりあえずポピーの異常性を超えようと思って作ったキャラクターなんで分からへんな。ポピーを元にこう拡張させた形というか、でもなんか悟ったような変な親父にしよう。でもちょっとキャラクターデザインが上がって、それを見ながら性格を作っていったのがパピー、って感じかな。キャラクターのイメージってどういう風に作ったんですか？ポピーで苦労したところは、なんかこういう風なデザインが面白いんかなっていうのは最初僕が出して、ああそうそう、このでそれを修正して今の形にしたよね。まあ、イメージといえばこう人間だけど動物のふりをしたおかしな人だったかな。で、毛玉な動物のふりした、じゃあ人間のふりした動物、そうで、お互いをこう欺き合っているという風に作っていった。